ございます。ありがとうございました。360度。よろしくお願いします。いやー、家取ってこう。じゃあ、今年ガラガラです。びっくりするぐらいガラガラです。本当だね。屋台は全然出てない感じですな。屋台出したらすげー儲かんない。これなんかかけっこのやつなくなったね。なくなった。 3G とか 3G 3GG とか 3G やった。ちょっと遅い。 3G ってあの G が3人だった。せめて 4G にしようか。 5G 言わへんけど 3G はちょっと遅い。ほら、ほら、あやす。クリームがあるんだ。あるかな、あるかも。見えないけど前からまだですやん。賢い賢い賢いが何ね。マグロはなあるんかな。本当？はーい。あ、おるわ。あ、いつもって思ってるけど、つけられへん。まあ、再生はご遠慮くださいの。OK、 今年も金持ちや。
これが1000円これ3000円。3000円、うん、1000円はじゃあ1000円は欲しい。これが何本、これが、なるほど、これが3000円。あんま変われへんよ、うん、これ3本買った方がいいんじゃん。え、変えてもらった、3人で分けなんぼで買ったんそれ、3000円。こっちは3000円、同じやん。だからそれやったら1000円3本買った方がええんちゃうとか言われそう。あ、ほんまや。みんな配ったやねん、同じこと言う、はい、うん、お年玉言うて。どうしよう、そんなみんな3000円買うんやったら俺も3000円買ってこう。よくわかんない。本当？これあれ？違う。向こうや。こっちから行けんの？これね、これあれやね。あのお伊勢さんやね。はいはい。もうなんで一昨日ぐらいに行ったからいいっすよ。こっちか。あ、ほら伊勢神宮参拝所。はいはい。これやっとこう。なくなった。そう。甘酒は。あ、でもノンアルコール。ああ。ビールなくなったやん。なんか知らんけど、お清めの塩をあの普段から持ち歩いてある。なるほど。で、その人がなんか財布をなくして、落として、で、こう、警察署で、それ出てきました、言うて、喜んで取りに行ったら、刑事さんが来て、その、塩やねんけど、これがほんまもんやったら、売人レベルの量や、言うて、なんかもうザワザワしてて、いや、これは何ですか、あ、お清めの塩です、はみたいな。一応持って歩かないんですかみたいな。刑事はあの舐めて、最近あるやん、舐めてこれが一番重いやん。